水菜月です。今日はおすすめの靴の中敷きをご紹介したいと思います。通ってるピラティススタジオで足の病院に行って中敷き作るって話になって5万円もするんだよねって話したら、安くても効果がある中敷きあるから試してみますかって言って、試してみたらすごい良かったんですよ。なのでそちらをご紹介したいと思います。水菜月の美健塾、美と健康に関する検証。その中敷きなんですけども、この BMZ という中敷きで、そもそもなぜ中敷きをおすすめされたかっていうと、ちょっと外反母趾気味で足が平たくなっちゃってるから、靴履いてると痛いということで、足っていうのは外側の2本の足、小指と薬指と、あと真ん中側のこの親指なんか人差し指、このこういう風にこっちの足とこっちの足がこう2本、上と下に重なってるのが足の骨の構造なんですよ。でこの中側は運動性、運動を司る3本で、外側の2本は安定性を司る骨で、この2つの骨で、安定性で体重を支え、運動性では歩行とか移動をサポートする足になってるんですよね。土踏まずをサポートしちゃうと、この運動機能と安定機能のどっちも妨げてしまうんですって。だからそのためにこの外側の骨の真ん中辺にある立方骨っていうのが、くるぶしとか足首よりもちょっと前の方にあるんですけど、そこを支えることによって安定性も運動性も両方の機能を兼ね備えることができるという中敷きなんです。でこれをすることによって足のこういうアーチ、それから内側の土踏まずのアーチ、それから外側のアーチ、この3点を結んだ3つの三角形のアーチのドームをしっかり作ることができるので、そうすると足の機能が向上するという商品 でこうやって中敷きを下に置いてこの上に乗るじゃないですか。でこれだけで支えが全然違くて、まあ最初地べたでこう立った時になんか両腕を押された時にうらーってなっちゃったんですよ。でもこの上に立って同じように両腕を押されたら、ささうらってなんないみたいな、もうその場でえこれすごいねみたいになって、でそうこの速攻買って帰りました。で帰りに靴の中敷き入れて帰ったんですけど、もう10歩であこれいいかもっていう感じでした。でまあ結果、まあそれから何ヶ月か使ってますけど、なかなかいい感じで、でもその私の痛みがなくならなかったのは、まあ痛みが全然なくなるってことにはなかったんですけども、なんか病院で調べたら、まあ、私はただの外反母趾じゃなくて、ちょっとその親指の付け根がこう関節がこう上に上がっちゃうみたいな、ちょっともう怪我に近いものだったので、まあこのような中敷きごときでは治らないものだったんですけれども、でもその痛みは軽減されましたので、その病院で作るってなったら5万円って言われたから、ちょっとなと思ってこちらを試したんです。こちらは4000円ぐらいだったかな。なのでまあ試しにやってみるのもいいんじゃないかなって、これだけで結構その運動機能という意味では実際に変わりましたので、試してみたらいいんじゃないかなと思います。そんなに分厚くないので靴に入れても支障がないですし、かかとがちゃんとサポートされてて、で土踏まずが変にやっぱりここが分厚くなくて、立方骨を支えられるようにこのアーチ3点のアーチが上手に支えられるようになっておりますんです。で硬さはこんな感じ、先っちょの方は柔らかいので歩きにくいところではダメですね。でここら辺はちょっと割としっかりしてます。蒸れないように体も巻いてます。試してみたいなという方は概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてください。よかったなという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。よかった。